こんにちは、クロケンです。マオイです。今日も、夫婦でジャン君について話そうみたいなことを始めています。はい。この動画は、ちょっと前になるんだけど、ジャン君のお留守番の時の動画です。お留守番の絵そのものは、あんまりもう変わりがないね。ちょっと遊んだりそんな感じです、で今日の話題としては、そもそもなんでジャン君を飼おうっていうことになったのか、そういう気持ちになったかっていうところの話なんですが、ちょうどこんな風に、2人でこうなんていうかな、動画を見ながら話すっていうのを、同時期に今やっているのが、3年以上前に死んだチョキという、22歳まで生きた猫がいて、その動画を見ながら今、反省会でもないんですけど、猫の介護について、語り合っています。興味のある方は、猫チョキとかで検索してください。で、そういう猫が、いたわけですが、最後1年間ぐらいは、目も見えなくなったっていうこともあって、24時間、どちらかが交代で起きているっていう、介護の仕方で、過ごしました。できることはもう全部やりきったっていうような形で、ボロボロになりながらね、見送ったわけですけど、その後、1年半か2年か1年半か、猫を飼わない時期がありました。たまたま病院に、用事があって行った時にこのジャン君を見かけてしまって、恋しちゃったわけだけど、その経験に基づいてというか、あの苦労を考えたら、どんな子でも飼えるっていう、我慢というか、耐える自信がついたので、もともとね、うちはこう弱い子とか、人からあんまりこう人気がなさそうな子を選んで飼ってしまうところがあるんだけど、今回は、これはすごいなっていう子をたまたま見つけちゃってね、うちだったらいけんじゃないのっていうふうに思って、本当のことを言うと、不況の最中だったので、ちょっとお金の面では辛いかなと思ったんだけど、買っちゃったんだよね。そのせいでね、1年半ちょっと空いちゃったっていうのもあるし ね、その前の病院への借金っていうのもいっぱいあったりとか、したので、不安はそっちの方ではあったんだけど、ジャン君のパンチに耐えるっていう、意気込みというか、あとね、シャーシャーもなんとか耐え抜いてやるぞみたいなことでね、来ました。そこから2年4ヶ月たった今、ようやくだね、撫でてほしい顔になったりとか、ご飯をちょっと待っていてくれるような感じ、多分ね、このジャン君が、なんていうかな、うちが飼おうかって言ってた時期にテレビを見た時に、あれ八丈島だったかな、小笠原だったの猫が野生化しちゃって、こう島のさ、動物を食っちゃったみたいなのがあって、それを東京に保護してっていうのをテレビでやってたのね。その先生が2週間で飼いならすみたいなことをテレビで言ってて、うわすげえと思ったんだけど、かなり荒療治をして、人間とこう交わるというか、その交流するっていうのだったんだけど、うちはどうも性格的に、そこまでできないので、2年半近くかかっちゃいました。
今この状態になっているジャン君を見ると、うん、まあ、あんまりそのフレンドリーじゃない家猫っていう感じだけど最初の1年はすごかったもんね、うん、まあなんていうのかな、その猫の介護の時に2人で交互に、うん、寝ずの番をしたみたいな苦労は、うん、もうね、ちゃんとした、健康な猫なので、うん、なかったけど、うん、まあ毎日嫌いだ嫌いだって言われる、辛さっていうのは確かにあったね、うん、でも猫にこんなに嫌われたのは初めてだよね。そうだよね、うん、孫さんの場合は生まれてからずっと猫のいる生活だったので、うん、その、チョキが亡くなってからの1年半ぐらいの、いない時期っていうのは珍しいというか初めてだったね。うん、ちょっとあったけどね。あ、そう、うん、まあその厳密なとこはいいとして、そうだよね、うん、まあ、うん、そうね、そうやって、時間がかかるっていうことも、うん、そのボランティアさんなんかからは言われていたけど、うん、実際に2年4ヶ月かかってこのぐらいですよっていうのが、うん、まあ指標としてあれば、うん、皆さんはこれを例えば参考になさるんであればもう少し早く、うん、あそこはもうちょっとこうするべきだったとか多分見えてくるはずなのでまあこれね、動画全部見るのすごい大変なんだけどいっぱい作っちゃったから、うん、でも、何かの、参考にしてもらえれば、うん、あとはね、うん、この捨てられてる猫とか、野良を保護したのとかが、うん、幸せになってくれれば、うん、俺ばっか喋っちゃった。そうだね。で、動画が終わります。はい。じゃあまた。はい、さようなら。